どうも、奈良コミのタカです。今回は奈良県と京都の境目付近にある人気の食堂に行きたいと思います。実は以前視聴者さんにライブ配信で教えていただいたお店で、めっちゃおすすめということ、楽しみすぎる。ちょっとだけ京都の地に足を踏み入れた後にお腹が減ってきたので、お店の方に向かいたいと思います。それではレッツゴー。今回お伺いしたのは奈良県奈良市奈良坂町にある国境食堂さん。平日にもかかわらずお客様が多くいらっしゃり、人気のお店。県民？府民？どっちかな？注文したのがこちら、カツ丼。大きな器にドンと入ったカツがボリューム満点。お味噌汁と漬物もセット。持ち上げたらわかるが、このカツかなりの重量級。てか卵との絡まり方がめっちゃうまそう。それではいただきます。まずはカツをパクッと。うわーい、熱々のご飯を食べて。カツを食べる、幸せ。途中に挟むお味噌汁も絶品。もうがっつきたい。器を持ち上げて食べまくる。食べて食べて食べまくる。ああ、カツ丼最強説完食。ごちそうさまでした。奈良コミ。はい、ってなわけで国境食堂さんの方でカツ丼食べたんですけども、うまかったですね。どでかー、インパクト大ということでね、あれノーマルのカツ丼なんですけどね、すげえな思いましたね。以前こちらね、ライブ配信でね、視聴者さんに教えていただいたお店なんですけども、国境食堂か国坂食堂、どっちの読み方が正しいかわからなかったんで、店員さんに聞いたら国境食堂が正しいということでした。で、今回食べたのがカツ丼なんですけど、器からしてめちゃくちゃ大きいんですけども、カツ自体が分厚くて、分厚いねんけどもすごい柔らかくてめちゃくちゃ美味しかったですね。卵もとろっとしてるし、タレもね濃くなくてね、すごい食べやすくてめちゃくちゃ美味しかったですね。まあ、こちらの店、うどんとカツっていう感じのお店なんで、ぜひね、うどんかカツ食べたい方はね、来てもらえたらなと思います。で、お店の雰囲気もね、ちゃん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 的な。和テイストのね、メロディーが流れててすごい落ち着きますし、雰囲気もめちゃくちゃ良かったです。テーブルと座敷がある形で、僕今日一人で行ったんですけど、座敷の方にね、座らせてもらってめっちゃ落ち着いて食べれました。駐車場もね、わりかし広めの駐車場ありますので、まあ、止めれないことはないかなと思います。まあ、今回はこんな感じで終わりたいと思います。こちらの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。あと Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらのフォローもどしどしお待ちしております。本日のタカの一言、国境を越えた存在になってやる。次回の動画でお会いしましょう。バーイ。めっちゃかっこいいこと言ってもらうな。